令和の妖霊星を破壊するため時を渡ろうとするトワたちは時の風車が見える摂政丸の母の居所へ向かう。しかし時の風車を回るのを妨げるメイドン丸が立ち塞がる。果たして時空を超え令和の時代に行くことはできるのか。トワが使う斬星剣に隠された秘密とは、麒麟丸の娘リオンと麒麟丸の角だったリク VS 麒麟丸、戦闘の結末は。